こんにちは、Gです。今回は古い PC に Linux を入れるというお話。初めてのことですが、ラズパイ以外の話題になります。なぜかというと、ラズパイ売ってないし、品不足の上に値上がりしているようです。値段が高ければラズパイにこだわる理由もない。そんな折、古い PC を入手しました。画面のスペックの PC です。12年前の PC で Windows 10が入っていますが、お待ちくださいが長いし、アプリ起動も遅い。中古価格を調べても出てこないモデルなので、ラズパイ以下の価値じゃないかな。ならばこの古い PC に Linux 入れて快適にならないかと考えました。計画時に悩んだんですが、 OS のデュアルブートは避けることにしました。理由はパーティションテーブルやブートローダーが複雑になり、トラブル確率が高くなるからです。要はどちらかの OS がトラブった時、両方を失う可能性が高くなる。外付け USB に OS を入れて起動できるようにして、 Windows はそのままにします。必要な機材はインストーラー用の 8GB 以上の USB メモリーと、 OS インストールするUSB メモリー1個。 USB が不安な方は SSD に OS インストールの方が安心確実です。私は OS インストール用に 64GB の USB を用意したんですが、この USB の性能が重要。 USB は当たり外れが相当にありますので、複数の USB を試しました。まずは OS を手に入れます。ネット検索すると Ubuntu の記事ばかりだったので、あえてマンジャロを使いました。まあどのディストロでも導入手順は同じですけどね。画面のマンジャロのウェブサイトでイメージをダウンロードします。ここではKDE プラズマをダウンロード。最新版は 21.2.6 です。焼くツールはラズパイで使い慣れたエッチャーを使います。ダウンロードした ISO ファイルを指定して、ターゲットは USB メモリーにして焼きます。なお、この作業はインストーラー USB を作ってるんで、 OS をインストールしているわけじゃないです。次は Windows を起動して BIOS を表示します。ヒューレットパッカードの場合、起動時に F10 を押したままにすると BIOS 表示。ご利用機種で BIOS の表示方法が異なり、 F2 やデルキーの場合もあります。モデル名で検索すればすぐわかると思います。 BIOS 画面でシステムコンフィギュレーションからブートオプションを選びます。ブートオーダーを変更して、 USB ハードディスクを一番上にして保存します。これでUSB や SSD からの起動が可能になります。 BIOS 画面はキャプチャー取れないんで静止画です。いよいよインストールです。先ほど焼いた USB を挿して起動するとマンジャロが立ち上がります。こんな感じ。これがインストーラーです。OS を入れる USB を挿してデスクトップのインストールマンジャロ Linux を起動します。
言語、タイムゾーン、キーボードを指定します。次にデバイスを USB に指定します。ディスクの消去を選び、ブートローダーの場所を USB にします。最後はユーザー名、コンピューター名、パスワードをタイプします。インストール時間は PC と USB の性能に依存します。USB はリードライトエラーが多いと遅くなるので、そういった USB は OS 起動には不向きです。私も具合のいい USB が見つかるまでいろんな USB を試しました。試した結果は画面の通りです。もちろん当たり外れがあるんで私の経験値でしかありませんが、私の環境では早い USB は30分ほどでインストールできました。最も遅い USB は4時間かかりました。USB のチェックが面倒なら SSD の利用をお勧めします。導入手順は全く同じです。USB のおすすめなのはバーベータムのオレンジ。安くて高速。勢いで4つも買っちゃった。ただ他の色の USB はパッケージや仕様が違うようで使えなかった。インストールが終わったら再起動して OS インストールした USB から起動します。起動時にマンジャロまたは Windows 10で起動するか選択できます。おお、結構起動早いな。日本語環境ではありますが、少しだけ設定が必要です。日本語入力の設定は過去動画で何回かやってるので、今回は省略しますが、詳細欄に手順を書いておきます。なお PC の画質が 720p 程度しかなく、フル HD に引き伸ばしているので、今回の動画は画質があまり良くありません。ブラウザーの動作も問題なし。ラズパイではできなかったので、ブレイブブラウザーを入れてみます。そうそう、ラズパイだと怪しい感じなんでパスしてるんですが、ワイドバインをオンにして、プライムビデオや
Netflix が見れるようにします。設定を開いて、検索窓で DRM とタイプ。DRM をオンにします。Firefox は日本語化して設定で DRM で検索して同様に。動画再生も大丈夫ですが、VLC だとコマ落ちがあるようなので、MPV を使います。YouTube 動画再生、フル HD で問題なし。 4K はなんとか動く感じですが、モニター性能が低いので意味がない。DVD 付きのモデルなんですが、 DVD 再生も大丈夫。オフィスはリブレではなくオンリーオフィスというのが入っています。かなり軽いし、日本語も大丈夫。Bluetooth はアダプターをつけて動作してるんですが、問題ありません。 USB を挿して起動でマンジャロ、抜いて起動で Windows、 予定通りの仕様となりました。Windows の起動や利用も問題なし。なお SSD にも入れてみましたが、快適さは USB とあまり変わりませんでした。画面は GNU ディスクスのベンチマーク結果です。この PC は USB2 なので、いくらいいドライブでも速度はこんなもんです。結論を言えば、すごく快適になりました。お金をかけず、古い PC が常用 PC によみがえりました。皆さんもぜひお試しを。ご覧いただきありがとうございました。ラズパイ、本当にないみたいですね。去年、Pi400 買っといてよかったのかな。でも私の主力マシンは Pi4。 Pi400 も悪くはないんですが、キーボード奥に接続ケーブルが並ぶので思いのほか場所を取るんですよ。と言っても手元には置いておきたい。だから Pi400 は今他のキーボードを置く台として活躍しています。
でもいつまでもこれじゃパイ400かわいそうだから、上に乗せるキーボードを変えようかな。ではまた次回。